ベルベジンの藤原です。本日もオンラインストアにアップする商品をご紹介いたします。ご購入はオンラインストアのみになります。ご了承ください。お値段程度などのお問い合わせはベルベジンウェブストアの方にお願いします。これから紹介する商品が、9月の8日夜の21時にアップされる商品になります。詳しくは概要欄の方に貼ってますので、そちらの方チェックしてみてください。はい、それでは、もう涼しくなってきたので結構冬物が多いです。はい、T シャツですが、リーバイスですね。こちら90年代ですかね。 XL ボディ、グレーボディにこのリーバイス501、まあ、あのルート66とかのね、あの看板のマークと似てるのかなと思います。こちら92年の、T シャツですね。 XL ちょっと大きめです。もちろん僕もね501大好きで、はい、まあプリント的にもねかっこいいと思います。はい、状態的にもね、ユーズドですけども、ちょっとこのねいい感じの雰囲気もいいんじゃないでしょうか。はい、こちら6800円に消費税です。はい、カレッジ T シャツなんですが、こちらジャンスポーツですね。そしてラージサイズ、グレーの霜降り、あとネイビーのねこのラウンドのカレッジプリントもね、非常にかっこいいんじゃないでしょうか。ちょっと襟元こういったところに少しダメージが来てますが、雰囲気系の T シャツです。ラージ、僕はちょっとジャストサイズぐらいでしょうか。はい、まあプリントはねいいと思います。はい、こちら5800円に消費税です。はい、スウェットいきます。チャンピオンですね。刺繍タグのラージ、前部位の、こちらチャンピオンマーク入ってます。ちょっとビリジアングリーンっていう色でしょうか。はい、まあ、ラージサイズ僕がちょうどいいサイズ感です。状態もねいいですね。はい、こちら6800円に消費税です。はい、早いんですがリバースイブいきます。刺繍のエクストララージ、はい、エンジンボディ、そして黄色と白のラウンドのラバー、はい、まあ、エクストララージ、ちょっとゆったりめで、まあ、人気のあるサイズ感ですね。はい、こちらも状態いいです。あとラバープリントも雰囲気いいですね。12800円に消費税です。はい、続いてこちら刺繍のラージ、はい、こちらはグレーボディですけれども状態いいですね。そして赤のラバープリント、はい、ちょっとですねこの袖口に少しだけダメージがあります。あんま目立たないですけど、ちょっとこういう風にね、リブとかの状態は非常にいいんですけど、まあ、ちょっとこの肘の部分だけねちょっと擦れてしまったんでしょうか。まあ、ここも雰囲気系と思っていただければ、その分お手頃です。9800円に消費税です。はい、続いてトリコのスモールサイズ、はい、こちらラバープリントですね。はい、こちらは状態的にもいいですね。はい、スモールサイズ、はい、まあ結構女性は普通に着れます。男性でもねリバースイブの S なんで着れる方もいると思います。結構大きめの S ですね。はい、しかもトリコです。もう状態はいいです。はい、こちら9800円に消費税です。続いてもリバースイブですね。はい、こちら刺繍のダブル XL、はい、大きめです。エンジボディの、はい、チャンピオンマークのシンプルな、タイプです。ダブル XL ちょっとゆったりします。はい、まあ大きめでね、まだあのオーバーサイズで着る方ももちろん多いですし、今年の秋口もね、もう結構涼しくなってきたので、まあ、今 T シャツ1枚にリバースでも全然十分ねいい気候だと思います。はい、こちらも12800円に消費税です。続いてグリーンですね。刺繍のラージになります。はい、こちらもシンプルに状態もいいですね。そして濃いめのグリーン、はい、サイズは僕ラージサイズは、ね、僕ちょうどいいサイズ感です。この状態いいですね。はい、こちらも12800円に消費税です。はい、そしてもうそろそろね、ニットを紹介します。こちらポロジーンズですね。XL ボディです。そしてこちらコットンです。はい、まあこのね定番の正常期柄ですね。XL ちょっとゆったりめで着れます。男性でねこうダボっと着てもいいですし、まあ女性がもうかなりねワンピースっぽく着ても可愛いんじゃないでしょうか。まあ、この正常期のパターンもね。あのデニムとか相性いいですし、はい、もう定番です。こちら7800円に消費税です。はい、続いてこちら LL ビーンですね。 LL ビーンのラージサイズ、80年代でしょうか。はい、状態もねいいです。シンプルに無地なんですけれども、この厚手のタイプで、こちらもコットンですかね。はい、
もう本当ロンティーか何かにね、着て、その上に1枚シンプルに、はい、まあ、こうやって白シャツ着た上にね、着てちょっと白シャツ出してもおしゃれじゃないでしょうか、はい、シンプルな無地で、こちら7800円に消費税です。はい、続いてラルフローレンですね。こちら XL ボディです。そしてこちらがモヘアが59で27ナイロンの14パウールとモヘアですね。モヘアが入ってます。ちょっとこう素材的にもね、はい、XL ですけれども少し縮んでるんでしょうか、はい、自分がちょうどジャストサイズぐらいですね、はい、これもねなんかシャツの上から羽織ってみても綺麗なチェックなので状態もねいいですし、はい、ダルフっぽいこの色合いじゃないでしょうか。はい、こちら7800円に消費税です。はい、続いて あのこちらも、はい、ラルフローレンのラージサイズ、厚手のウールこのハイネックですけどもボーダー柄ですね、ラージこれ僕がちょうどいいサイズ感じゃないでしょうか、はい、まあ、ちょっとハイネックなんでね中にちょっと1枚ロンティー挟んでとか、はい、まあ、これはまあ冬のシーズンですね、先に、状態もいいですし色合いもあの可愛いと思います。はい、こちらが同じく7800円に消費税です。はい、続いて先ほどと同じ LL ビーンですね。こちらは S サイズです、こちらもねこのちょっとこう柄っぽくなってる、はい、エンジンボディで S サイズですけどちょっと大きめですね、はい、まあ、自分もちょっとピタッとなるサイズ感ですけど、まあ、結構需要のあるサイズ感じゃないでしょうか。こちらも状態はいいと思います、はい、こちらも7800円に消費税です。はい、続いてウールリッチですね。メンズの M サイズ、はい、こういったこちらもねニットなんですけども、はい、柄が入ってますね。この青ベースに黒の柄、はい、まあ、ちょっと派手かなと見た目は思うんですが、はい、色合いこんな感じでございます。ウールの状態は非常にいいと思います。ちょっと大人っぽくね合わせられるんじゃないでしょうか。はい、こちらも7800円に消費税です。はい、ちょっとこちらがヴィンテージですね。こちらが、はい、ウール 100% のサイズ40ですね、はい、こちらもこの長リブ見てください、はい、これ結構ね女性でね合わせられる方もいらっしゃるんじゃないでしょうか。シンプルに緑の無地なんですけれどもこちらもねオールドのセーターですね、はい、ちょっとこの歯お腹周りとかキュッと上がると思います。ちょっとねスカートで女性合わせたり結構カチッとした格好でね合わせていただいてもちょっとこのまあこの年代ってこう襟がこうちょっとボートレックっぽくなってますし、このウール自体の状態非常にいいです。はい、こちらも7800円に消費税です。はい、こちらお探しの方も多いんじゃないでしょうか。はい、こちらレッドクロスですね。はい、ちょっとこちらのタグが少しね糸が取れてますがこれまあハンドで縫えると思います、はい、サイズ感的には40ぐらいでしょうか。ハイネックですが僕がジャストサイズだと思います。白シャツかなんかのそれこそ上にピタッと着てもらうと、はい、大人っぽくて非常にかっこいいと思います。まあ年代的にはね 40s ぐらいの年代だと思うんですが状態は非常にいいです、まあ、もちろんネイビーデニムとの相性がバッチリです。はい、大人の方ぜひこちら29,800円に消費税です。はい、続いて、はい、もう秋口にはね着れると思いますが、エディババです。こちら44というちょっと大きめですけれども中がダウンですね。これ薄手のダウンなのでシャツの上とかに、はい、合わせていただいてもサイドがねこういったゴムになってるタイプで、まあオールドのねエディババらしい形かと思います、まあ、色目もねこのブラウン大人っぽくていいんじゃないでしょうか。はい、こちらのダウンベストで7800円に消費税です。はい、続いてファティーグジャケット1枚ですね。こちらスモールレギュラーです、こちらリップストップタイプで、まあ、ちょっとワッペンはね貼っ取れてしまってるんですけどもスモールレギュラー結構ね需要があるサイズだと思います。はい、僕もねこのファティーグ好きで、今日も実はこの上着てきているんですけどミディアムショートをね僕着てます。はい、この辺はもう本当に秋口定番じゃないでしょうか。はい、これはねちょっとワッペン、まあ、このステッチですけど取れてるのもまた逆に雰囲気的にはいいと思います。はい、こちら9800円に消費税です。
はい、続いて、フリースですね。パタゴニアです。もううちも定番でね、かなりの量毎年集めてますが、こちらレギュレーターサイズがラージサイズですね。黒ベースで、はい、僕はね普段パタゴニア僕は M サイズを着ます。まあ、ラージサイズちょっとね僕はって言ったりしますけれども、ダボッと着れる方、あとまあサイズ的にね180オーバーの方だったらラージサイズ結構着れると思います。状態的にも、はい、まだ全然綺麗ですね。はい、黒ベースでこちら9800円に消費税です。はい、続いてスナップティーです。こちらパタゴニアの M サイズ、まあ、年代的にはね、新しめですけれども、このブラウンに、はい、この緑、はい、M サイズなんで僕がジャストサイズですね。はい、まあフリースの状態もねいいですし、もうこれは定番です。まあ冬になるとねこれ中に着て、この上にちょっとアウター着たりとか、まあ、こういったね、まあ、年代的には新しいのでこの配色なんかもね綺麗です。はい、こちら9800円に消費税です。はい、そしてオールドのスナップティー、逆にね古い色探してる方もいらっしゃるんじゃないでしょうか。ミディアムサイズ、はい、そしてこちら見ていただくと雪なしです。パタゴニアといえばねこの山の上にこう白いラインがあるって、これいわゆる雪なんですけども、オールド90年代前半ですね、この雪なしというここの胸元見ればあこれオールドだなって分かります。色配色もねちょっと昔の配色かなと思いますが、あえて、いいんじゃないでしょうか。はい、こちらミディアムサイズで状態的にもいいですね。はい、こちらで、9800円消費税です。はい、続いてこの配色もまたいいですね。はい、XL です。これゆったりめで着れます。そして、この襟元の方が今回雪なし、この90年代頭じゃないでしょうか。まあ胸元はね雪ありなんですけれども、これもオールドですね。そして色合いがまたこのパープルといいますか、エンと言いますか、はい、まあ、XL でねダボっと着るのもねファッション的にもおしゃれじゃないでしょうか。この色合い珍しいんじゃないですかね。はい、こちらは12,800円に消費税です。はい、続いてこちらもオールドです。シェルドシンチラ、はい、ミディアムサイズ、こちらはねグレーとネイビーのようなちょっと濃いめの色に中が赤、まあ、こういったねパタゴニアもオールドはこう配色結構大事です。はい、そして同じくタグこちら雪なしで、襟のタグも雪なしです。はい、これも90年代ね、93年あたりでしょうか。はい、状態的にもいいと思います。ミディアムサイズ、僕がちょっと小さめですね。シェルドシンチラだったら僕はラージサイズを着ます。はい、状態いいと思います。こちら、12,800円に消費税です。はい、アウトドア続きで、こちらノースフェイスですね。90年代のノースフェイスで、メンズのラージサイズ。まあ、シェルなんですけれども、オールブラックです。でそして中綿がね入ってるタイプですね。自分は合わせるとちょっと大きめです。僕は、ノースフェイスでしたらミディアムサイズをいつも着ます。はい、ただねこのオールブラックのカラーもねかっこいいですし、このフードはね、ちょっと折りたたんで中にしまえます。はい、ちょっとね立ち切りで着てもかっこいいんじゃないでしょうか。状態もね、結構いいと思います。はい、こうあったかそうですね。はい、こちらで、ラージサイズ19,800円に消費税です。はい、続いて、またセーターなんですけども、カウチンですね。カウチンセーター、こういったね、普段大きい柄が入りますけれども、こちらね全体的にこう柄になってます。そして、ね、ブルーに、ね、緑で配色もねすごい綺麗かなと。はい、あとこちらね CC ジッパー、こちらクラーク&コーツの、ね、ジッパーです。50年代あたりの、ね、カウチンでしょうかね。ちょっとタグは欠損してるんですけれども、中こうねアイロンもついてます。サイズ感的には少しね小さめです。36ぐらい、自分はねちょっと小さいです。まあ、女性がねちょっとダボっと着ても、可愛いかもしれません。色合いもね非常にいいと思いますし、状態もかなり綺麗です。はい、こちらのカウチンセーターで12,800円に消費税です。はい、続いてデニムのカバーオールですけれども、はい、こちらねブランケット付きです。ブランド的にはねノーブランドと言い方しますが、こちらのボタン使ってまして、襟が黒のコーディロイ、
まあ、シアーズとかね、まあ多いパターンだと思います。こちらのブランケットもね、ちょっとこう厚手のやつなんですけども、デニムもねインディコバリバリの色落ちするタイプではないです。ちょっとこの内側にもねダメージがあったりするんですけど、サイズが、44ぐらいですかね。自分がちょっとダボっとなります。はい、まあ、ブランケット付きの、ただ状態あの色合いはね、色も濃いです。はい、背中にもね少しこの辺にちっちゃいダメージはあります。はい、こちらのカバーオールで12,800円に消費税です。はい、続いてがリーバイスのジャケット。こちらもね冬物なんですけれども、はい、こちら一応レザーパッチでメンズの XL です。はい、いいですね。こちら中綿タイプですね、ダウンじゃないんですけれども、はい、そしてこの襟が、襟といいますかコーディロイに切り替えになってます。はい、形もねちょっとウエスタン、まあ、ダウンみたいな感じでしょうか。ショート丈でベージュ、しかも XL ちょっとダボっときてもね、これはかっこいいと思います。はい、このねナイロンとコーディロイの切り返し、まあウエスタン調なんですけれども、はい、状態もね、非常にいいと思います。そしてこのポケット口にベージュの、はい、タブがつきます。リーバイスの、まあ、70年代らしいこのねディティール、下もねこれリブになってますが、はい、ちょっとねまあ状態的にも全然綺麗だと思います。ちょっとダボっときてね、合わせてみてもいいんじゃないでしょうか。はい、リーバイスのセブンティーズのジャケット、こちらで15,800円に消費税です。はい、続いてこちらがスミスですね。ビッグスミス、ビッグスミスのこのナイロンのキルティングのジャケットです。サイズがですね、表記こちらが XL ですね。はい、ちょっと大きめです。もちろんオーバーサイズでこう着ていただいて、はい、バランス取っていただければ。はい、このオリーブグリーンのねこの色目も非常に綺麗ですし、この、キルティングですけど、この状態もね非常にいいです。まあフロントがねこの黒ボタンで、中がいわゆるシルバーのこのデカジップ、はい、60年代70年代あたりのジャケットだと思います。はい、こちら7,800円に消費税です。はい、続いてちょっと珍しいですね、ノースフェイスの80年代ですね、チャタグメイドイン USA。 はい、そしてこのビリジアングリーン、先ほど濃いグリーンに裏地がこのグレーのタイプです。はい、こちらねフードがこういう形で、はい、取り外しができるタイプで、はい、サイズ表記がちょっとね、ジャケットの方が見当たらないんですが、おそらくミディアムサイズだと思います。僕がジャストサイズですね。はい、試着してもバランスいいと思いますし、はい、ちょっとねフードの色合いが少し違いますね。こういった、ボディって当時ね別売りしてたりとかするので、ちょっと完全にね同じ、色ではないというのがあれですけども、まあ、このフードサイズ感は合ってると思います。ちょっとねこれ胸元にですね当時、まあ、こういったなんかピスをつけてたのか、ちょっとこのここにちっちゃく3つちっちゃい穴が開いてますが、後の状態はねいいと思います。このシリーズ結構珍しいです。はい、ノースフェイスでこちら12,800円に消費税です。はい、続いてが、いわゆるねミリタリーの B9 タイプですね。はい、こちらが LLB の筆記体です。はい、70年代でしょうか。サイズが46です。大きい方ぜひ。もちろんねオーバーサイズで着るのもありだと思います。はい、LLB の引き台、しかも状態がねめちゃめちゃ綺麗です。はい、フードもですねこちら中ボアも状態いいですし、フードこちらジッパーで、はい、こういう風に外せるタイプです。はい、まあ、46っていうサイズもねまた逆に探してもね難しいかもしれません。はい、こちら、15,800円に消費税です。はい、久しぶりですね、こちら 40s のピーコート10ボタンですね、いわゆる、サイズがね、小さめです。はい、もちろんねピーコートってね、まあ、大きいとちょっと難しいんですけども、こちらはい、コーストガードのね、ちゃんとプリントのタグです。裏地もね非常に状態いいですし、まあ、ただねちょっと1箇所なんですけど、すごいちょっと重たくて、ボタンがですねここの、いわゆる一番上のボタンがちょっと取れてしまってます。そしてここの
ボタンなんですが、なぜかこう当時の人がね1個こちら側にずらしてます。なのですいません、ちょっとこちらだけはね、ご自分で、糸で少しずらして着ていただければなと思います。サイズはね34ぐらいです。自分はもうちょっとピタピタすぎて着れないんですけども、逆にちょっと細めの男性、はい、もう状態はねもうバキバキの状態です。もう、傷一つねないですね。はい、まあ、このぐらい裏地もね相当綺麗なので、ボタンだけはちょっと、別でご用意いただければ、はい、こちらで 19,800 円に消費税です。はい、続いて、ベルト1本ですね。はい、デッドストックのベルトなんですけども、70年代ぐらいでしょうか。はい、このブラウンでねこの、柄といいますか、こちらもね、まあ、70年代っぽくてまあ可愛いんじゃないでしょうか。まあデニムとも相性良さそうですし、この太いベルトでね、はい、サイズなんですけれども、34インチ、まあ、自分のサイズ感でしょうか。あとまあもうちょっとね穴をプラスでちょっと開けてバランス取ってもらってもいいかと思います。はい、こちらの70年代のデッドストックで7800円に消費税です。はい、続いてレザーシューズです。はい、こちらアーレンエドモンドですね。はい、そしてサイズが9の B、 ちょっと細めですね。ブラウンで、はい、こちらソールも状態的にはねユーズドですけど、まあ綺麗だと思います。はい、まあ今日、まあ僕も今日革靴ですけど、はい、このぐらいの、ね、濃いブラウンというのもね、一応、まあ、デニム、まあいつもデニムで言っちゃいますけど、デニム相性いいですし、まあもちろん大人っぽく履けると思います。はい、程度もね、まあ革質もまだまだ綺麗な状態です。こちら7800円に消費税です。はい、続いてパンツいきます。はい、まあこちらもねもうベーカーパンツですけども、定番でうちもまあ紹介するといつもすぐ売れてますね。はい、こちらもね状態、綺麗だと思います。メンズサイズですけれども、はい、3429、はい、まあこれがねこんなに綺麗に読めるってことは綺麗な証拠です。はい、そして実寸がね3329、はい、まあ、自分が今これ多分ちょうどいいサイズなんだと思います。はい、まあ、こういったね革靴で合わせてもいいですし、これからだとねちょっとこうブーツっぽいので合わせてもいいんじゃないでしょうか。はい、定番のベーカー、こちら、7800円に消費税です。はい、続いてこちらも定番のチノ、こちらが、はい、3433表記、71年ですね。70年代トラウザーのこのチノですけれども、これも状態いいですね。見た目は綺麗です。ちょっとねレングス長いのでここは調整していただいて、あ、すいません、下の方なんですね、後ろに少し小穴があります。ここはまあもしあったら叩いてもらえればほとんど目立たないと思うんですが、後の生地感のね状態は本当にねワンウォッシュツーウォッシュの程度です。先ほどのこのタグも見ていただいて、これだけ綺麗なのは状態がいい証拠ですね。はい、前がこのジッパータイプです。こちら実寸はね今ね3332、はい、まあちょっと縮んでるかなっていうぐらいですね。はい、こちらも7800円に消費税です。はい、続いて501の USA 製ですね。はい、こちら全体的にこう状態がもういいです。膝の部分少し擦れてるぐらいですが、まだ毛羽立ってる状態ですね。はい、こちら古いタイプですね。まあ赤耳の後の、まあ、文字と同じ、はい、3030表記、はい、この辺は結構ジャストで履ける方多いんじゃないでしょうか。うん、まあ、501の USS 製です。はい、こういったねちょっと古いタイプはもうほんと最近ね見なくなってきました。はい、この状態非常にいいと思います。まあ、ちょうど秋口からね履きやすい色目じゃないでしょうか。こちら9800円に消費税です。はい、続いては505ですね。はい、こちらいい感じの当たり出てますね。まあもちろん耳とかはついてないんですけど、これだけ当たりが綺麗に出てると雰囲気いいと思います。はい、そしてこちらもオールドのタグですね。3232表記、いいサイズじゃないでしょうか。はい、自分は32はちょっと入らないですね。33だったらちょうどジャストですけれども、はい、レングス少し長めなので身長100、僕177ですけど、僕ぐらいかもうちょっと高い方だったら、バランスよく合わせられると思います。色合いもねいいと思います。こちら9800円に消費税です。はい、続いてもう1回501の USA 製ですね。
はい、これも全体的にまだ色も濃いです。そしてサイドのあたりも綺麗に出てます。このぐらいのバランスもね、また合わせやすいですね。はい、そしてこちら3334表記、はい、これも特に大きいダメージは全然ないです。33表記なので僕がジャストぐらいです。まあレングス34はちょっと僕はね長いですが、はい、こちら今実寸が3332、まあ、少しレングスがね詰まってる感じでしょうか。はい、まあまたいい感じの雰囲気ですね。こちらで9800円に消費税です。はい、今日はちょっとダメージ系のヴィンテージデニムです、はい、こちら501の、ビッグイですね。ビッグイのダメージ、こちら缶抜き入ってて、はい、前ですけれどもフロント、ここの太ももあたりにダメージ、あとちょうど膝にかけて縦にダメージがあるところをリペアされてます。はい、サイドのあたりも綺麗に出てて、裾もですね一応オリジナルのチェーンステッチも残ってる上で、まあ、リペア、はい、されてます。まあ、こんな感じのねリピアも可愛いんじゃないでしょうか。はい、バッグですけれども、はい、こちらポケット下とかねリピアがありますが、こちらアーキュエート見ていただくとイエローです。こちらもイエロー、そしてウエストシングルの前が V 止め、こちらが6番かな、9番ですかね、9番かな、はい、いわゆるビッグイの初期です、はい、ビッグイの初期で、まあ、いわゆるリペアダメージ系デニムですね。はい、これがサイズがいいんですね。実寸3231、おそらく3333表記とか、ちょっと縮んでたとしたら3433表記とかですかね、多分僕がちょうどジャストのサイズ感です。はい、まあ、こういったねクラッシュデニムに白シャツで合わせたりとか、はい、まだまだねやっぱ人気もあると思います。逆にね少しやっぱダメージ入るとお手頃になるので、はい、ビッグイ初期です。こちら49800円に消費税です。はい、そして薄めのダブル X、まあ、まだまだねまあ、夏よく夏シリーズで言ってましたけれども、まあ、逆に薄いデニムでねこの上をこの黒にしたりとか、はい、まあスウェット着たりとかセーター着て合わせるっていうのもいいと思います。はい、こちらベルトループオフセット、はい、全体的にも色はね薄いんですけれども、このねちょっと赤いペンキが飛んでるのもね雰囲気です。そして太もものこのザラザラっていうダメージをリペアされてます。はい、股の部分ねちょっとこういったリペアも入ってるんですけども、まあ履いていただければそこまでね目立たないです。もちろん、隠しリベット付きで、はい、こちらまあもちろん V 止め、そして中がカッパーですね。はい、そしてまあ細かく言うと、はい、こちら足長 R なのでいわゆるギャラ入りの年代ですね。はい、50年代後半です。こちらも実寸が3231、はい、先ほどとほぼ同じですね。3333か3433あたりの表記じゃないでしょうか。はい、まあ、僕がジャストサイズです。ちょっとね、試着はしないんですけれども、もう僕と体型同じ方だったらこのぐらいの薄いダブル X で合わせてみてもいいんじゃないでしょうか。はい、かっこいいですね。ちょっと赤いペンキがちょうどアクセントになってます。ダブル X で、ギャラ入りの年代です。3231、こちら59800円に終了です。5キュッパです。安いですね。